地で構成されています。オリンピック日本代表とオリンピックスペイン代表の一戦です。翔さん、あの両チームにかなりメンバー交代をしているんですね。そうですね、日本代表もかなり6名ですかね、変わりましたし、まあ、森保監督がやはり掲げていたこういった、ね、強いチームにやはりこうかなり感じてもらいたいので、ね、そういった意図で、まあ、もう一度一回チームをリセットしてね、戦うという狙いですね。そうですね、大谷をお伝えしておりますけど、7人です。7人日本代表は回ってきます。代わって田中碧、吉田に代わって瀬古、さらには酒井に代わって橋岡、富安に代わって松田、そしてゴールキーパー谷に代わって大迫というメンバー、日本代表は変えてきました。